ナメバビジョンはほとんどもう2008年か、8年ぐらいから7年ぐらいで、アメバビジョンの3周年記念というのをやってから全く、機能が追加されていないんですけど、今後どうなるのかなと思いました。アメバビジョンはそのまま、サービスが終わってしまうような感じもするのです。でもなぁ、というような気もしますし、自分はまあ今も自分の場合はと1280ぐらい動画を上げてるんですが、中には5000とか、さすがに1万上げているという人はいなかったんですけど、4000とか5000とかは電車を主に撮っている人が上げているんですが、1万の動画を上げたというのはアメバビジョンではないかなと思います。1万も動画を上げてたら、まあ、アメバビジョン全体の動画の208本のうち1本上げているということになりますね。